しくお願いします。はい。ドバイに行ってからすぐに放牧に出しまして、もうちょっと間隔が空いたんで、1ヶ月ちょっと前に入れて、順調に追い切りを回しこなしています。予定通りです。はい。今週の追い切りは、松山ジョッキーに乗ってもらって、しっかりできたと思ってます。動きも方もいつも通りいい動きでした。予定通り仕上がっています。はい、不安ありません。ドバイ、予定よりもペースが速く、それについていく形となったんですけれども、それでもあのペースの中でよく最後まで踏ん張ってくれたので、改めて馬の強さっていうのは感じました。確かに忙しい気がします。ジョッキーと話しててそこまでペース上がるとは思ってなかったんで、前目につけるっていうような形をとってたんですけれども、実際はやっぱペースが速くて中断になってしまったんで、ジョッキーも少し前目につけたいなっていう気持ちがこう急がせてしまったのかなと思いますね。はい、そうですね。力を見せてくれたと思います。揉まれて、そうですね。揉まれて、僕、これまでのケインズなら嫌がってたと思うんですけども、あそこでしぶとく耐えたんで、嫌がってた素振りはなかったですね。はい。優勝した時のような調子で、これまで調整できたんで、今回はいい競馬してくれると思います。はい、衰えは感じないですね。むしろ落ち着いてきたので、結果につながってくれるんじゃないかと思ってます。去年はちょっと不甲斐ない競馬だったんですけども、今年は順調に来ているので、いい結果を見つけるようにしたいと思いますので、応援よろしくお願いします。